島情勢2016、北朝鮮、ミサイル、発射安倍首相独自制裁の決定急ぐよう指示、北朝鮮は、7日午前9時31分、事実上の弾道ミサイルを南の方向へ発射した。安倍首相は、今回の事実上の弾道ミサイル発射について、断じて容認できない、と強く非難した。安倍首相は、ミサイル発射後、直ちに NSC 国家安全保障会議を緊急招集した。会議の様子はネットなどで公表された。安倍首相を中心に麻生副総理、中谷防衛省の姿が見られるが、NSC の様子を公開するのは異例の対応。安倍首相は北朝鮮に対し繰り返し自制を求めてきたにもかかわらず、ミサイル発射を強行したことは断じて容認できません。核実験に引き続き、今回のミサイル発射は、明白な国連決議違反であります。国際社会と連携をして毅然として対応してまいります。と述べた。さらに、NSC 終了後、菅官房長官は会見し、ミサイル発射を強行した北朝鮮に対し、中国北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議したこと、また、ミサイル発射は国連安保理決議に違反するとして、緊急会合を開くよう要請したことを発表した。さらに安倍首相が、北朝鮮への日本独自の制裁の決定を急ぐよう指示したことを明らかにした。民の声に続く。